竹丸和樹サル3点越えの道、はいパーパーパー入ってから、ランニング素人の帰国子女竹本和樹が初フルマラソントラックでのサブ 3.5 失敗を糧にリスタートした企画である。今日も困ってます、見てください。そうですね、困ってます。この1年でめちゃめちゃ来てますよ。竹本さん最近メニュー勝手に考えてないですか？いや勝手にって言い方良くないですよ。試行錯誤してやってます。僕も言うてもう2年目ですから、うん、ランナー歴。ちょっと俺も気づいたんやんか、俺あんまりそのメニューとか関わってなかったけど、はいはいはい、あれこいつ自分で考えてんの？自分でやってんなって、はいはい、そう最近やってましたよ自分で。僕ちょっと危機を感じたんですよ。ああなるほど、うん、これ大丈夫かと。なのでちょっと僕の判断で、うん、ビヨンドに一番詳しい K という人物にですねお願いをしてメニューを組んでもらったんですよ。え、あ今日？そうか、はい、あ、そうなんですね。 経営を呼んでるんで、メニュー発表日ってことですか今日？そうです。はい、じゃあまず呼び込めますか？そうです、経営が来ます。どうぞ。お、見た目は子供、走りは大人、どうもカルです、クレイジー。クレイジーカロ、順天堂大学から実業団ラフィネート進み、現在上北カバージョにて子供大人を問わずレッスンを行いながらウルトラで世界を目指すクレイジーな男である。ケイ、お久しぶり。お久しぶり。1年ぶりですね。そうだね。そっか、 YouTube 上1年ぶりか。ええ、ね、相変わらずちっちゃいな、見た目は。予想力はすげえもんな。すごいっすね、ありがとうございます。もうなんか世界のケイになりそうだしね。世界のケイ、そうですね。どうすか最近調子いいですか？いろいろめちゃくちゃいいですね。ランニングもそうですし、仕事もそうですし、ちょっと、ね、恋愛ももう恋愛バッチリです。じゃあ恋愛を言いましょう。第1回ビヨンド第1位ですから。あ、そうだ、うん、僕最近ね自分で我流でやったんですよ、いろいろ。 50m かけ1000とか。それ何やってるんですか？何それ？うわーみたいな練習をする。タバタですか？タバタ、タバタ。じゃあ今日のメニューを考えてきてくれたと。いや、ビヨンドまで。え、マジ？今日も考えてきてくれたし。もちろんもちろん。今日からビヨンドまでも。今日からもう、はい。おー、2週間ぐらい。お、はい、マジっすか？はい、バッチリ。そういうことっすね。あまりにも危機感を感じたのでちょっとお願いしました。感じすぎだよ。今日はイメージ最終刺激です。え、ビヨンドに向けて最後のもう山場みたいな。あ、まあでも2週間前だもんね。そう、もうこれでもうあとは抜いていくイメージ。抜いていくんだ。ここをしっかりやってほしいと。なるほど、ね。24キロ。うわ、1キロと5キロです。お、なるほどね。4セットです。はい、はい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 。ゆっくり1キロ、速い5キロ、ゆっくり1キロ、速い5キロ。なるほど、それの24キロってことね。そうです、5キロのペースを教えてください。4分40ぐらいでいきますか？カロちゃん、多分ね、これ24キロじゃん、ハーフの通過ほぼベストかもしれない。このペースでいくと4分40だとですよね、うん、でも1キロがあるんだもんね。そうです。1キロはちなみにどんぐらいなんですか？1キロは5分40から6分ぐらい。あ、なるほどね。しっかり休んでそこでちょっと整えてもらって、しっかり休みになるから普段の俺のジョグのペースだけど、これは軽くこなしてほしい。追い込んでよしって、これができたからもう自信ないみたいな。あとはまあ楽ではないです、正直。お断りします。帰ります。きついよ。きついって言ってますけど、あの今日僕これ3日前に70キロのトレーニングレース出てますから、イズトレイルジャーニー。あー、 ITJ 筋肉痛バンバンっすよ、ま、なんか2日できてくれてるんですか？そうです。俺よりきつい状態じゃん。そうだね。そうです。レース終わってから一歩も走ってないです。あ、今日の僕の引っ張りが一歩目？一歩目です。お断りします。なんでか。きついんで頑張ってください。きつ。ランナーズハイ。よーいスタート。はい、早い5キロが始まります、皆さん。はい、行きます。最初5分28。早いじゃん。ペース守ってないですよね。まあ最初はいいですよ。こっからの見配り4分48。で、初のロングの変化走ですね。こんなロングの変化走は初めてでございます。いや、食べれるから今日多分このまんま始まったばっかだから。その食べる今しかチャンスないから。ニコニコペースで終わんじゃないかな、これ。終わんないよ。いいですか？
いや、今、4分37とか。まあ、4分35から40でしょ。なんでだよ。まあ、こっち上り基調なんで、こっちは遅くても大丈夫。まあプラス7秒ぐらい、合計7秒がこっちは遅くて、逆にあっちは速くても問題ないかな。4時3でこちらは左キッション、まあ、4分35ぐらいに多分なると思う。同じ感じでいけば、そう、そこを変に合わせにいかないで、コースによってちょっとそのビューラー上げた、ほぼ試食なんで、そうです、そうです、そっちの方がいいです。40、さあ6キロ通過、この1キロ4分47。じゃあ落とします。はい、ジョグタイムです。リカバリータイム、それきついんで。嘘つけよ。しっかり休まってもらいます。ここでリカバリーのきつい説ないですか。これ一気に下がるのがね、でこれに体慣れたら急にまた上げる。失敗。はい、行きますね。はい、今リカバリー5分36です。さあ、これ2本目。5キロ始まります。来始めに、尾藤さんが出た砂漠。ああ、どうなんやろ、得意な。いけそう、まあ、分かんないけど、やったことないと思う。まあ、ちょっと違うよな。違います、ね。暑さにも強くないとね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。チャレンジ頑張ってください、MC。力頑張って。元実業団で今、ランニングイベントなどやっている。椎谷智弘と言います。スポーツ MC 岡田さんです。岡田です。ランニングの大会で MC してます。今日はたくみさんのビヨンドのマラソンの調整で昨日3本をやってます。お、同じだ。竹本さんファイト、頑張れ。まだ余裕です。なんかスピード的にあんまり上げすぎないように、レースペースが記録遅れなんですか。だから別に慣れも走れたもんね。そうです、そうです。10キロ早く走れた。やばいです、余裕すぎですね。ハギさんめちゃくちゃいい人ですからね。動画回ってるか言ってる。いやいやいや、どっち俺ハギさん、ユーマ、ユーマじゃなくて、あ、そっち。今外苑でやってるんですけど、代々木公園でやったんですよ。ちょっと外苑がちょうどなんかイルミネーションのやつ、なんかブレーキショーマッピングができなくて、そしたらラウドも同じかぶったんですよ。そしたら
ちょっと嵐に行くんだやめてもらえる？いっそ。はい、来た。4分36。おし。ポップライン。ポップライン。はい、前編ここまでということで。はい。いやー、まあ良かったんじゃないですかね。まあ良かったんじゃないですかね。順調ですね。順調ですね。で後編はね。はい。クレジカルの方のチャンネルで流れるんで、ぜひ皆さんそちらの方も、ね、はい、どうなってるのか。竹本和樹、ね、24キロ変化走、最後まで走れたのか、もう前編で終わりなのか、後編流れないのか、カルゴですけど終わりでーす可能性はある。やばい。ぜひね、皆さんそちらの方もね、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、で、カルもね、ビヨンド出るんで、ちょっと最後ビヨンド告知みたいなのあるんですか、意気込みをビヨンドに対して。2連覇します。おー、応援して待ってます。マジで2連覇ね、うん、今年結構強い人たちも出るんで、らしいっすね。ぜひぜひ連覇してほしいと思います、はい、そんな感じで皆さん本日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャオ。Yeah.